はい、どうも僕です。ということで今回もドラゴンクエストライバルズエースやっていきましょう。ということで今回は最強の武器召喚ということで、今回はレックステリーなんですが、今回はレックスを使うことによって強くなるこちらの暗黒の使いというカードがいまして、これを使うことによって今回新しく追加されました雷神剣を持ってくることができると。この雷神剣がめちゃめちゃ強くて、何が強いかというと、まあ実質召喚通なんですけど、ただそれだけじゃなくて、これ使ってみたら分かったんですけど、これ4点を与えた後に召喚通みたいなことが起こるんで、つまりは一発目攻撃を与えた相手に対しては2倍のダメージ、つまり4点食らわせた後にさらに4点召喚通が発動するってことで、8点食らわすことができるってことで、まあなんか武器屋とか使ったりテンションアップをしたりしていなくても結構ね、1体だったら簡単に倒すことができると。まあ指導とかだったとしても8点ダメージなんで、これが相当強いんじゃないかなと思っております。なので、まあ、どんな相手に対しても、まあ、一撃、ほぼ一撃で倒すことができるっていうのがかなり強いポイントなんじゃないかなと思います。あとはね、シンプルにミレイユが強かったりだとか、あとまあね、結構ねテンションアップ系がまたこのタコヤリ兵みたいな感じで増えたことによって強かったりだとか、またシンプルにやっぱり熟練度が強いなってところがあるんで、これが結構活躍してくれるんじゃないかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。よし、当てこう、先行。そしてカードは、エビルポットとトゲ坊主ということで、ここは両方交換せずに行きましょうか。さあ、ということで、まずはサーベルキツネということで、まずはレックを使って、まあ、熟練度上げていきましょうと。さあ、男前なハッサンの足が見えて、うなずくだけ。さあ、これでまずは、これでまたうなずきますと。あ、うなずくじゃなかった。ガッツポーズだった。これでまずはエビルポットかな、多分。そうだね。エビルポットの熟練度を上げて、次のターン、応援を使いつつ、エビルポットを出していくって感じかな。トーマ兄様、何も思い出せない。さあ、これでまずは記憶喪失になっていく、現実逃避からの、ここでダークホビット。これはまずはいつか見た光景で、これダークホビットかな、多分。さあ、これでまたガッツポーズをすることによって、ダークホビットだと多分思うんですが、これはそうだね。で、ここで、あ、トゲボーステンシャップか。なるほどね。で、次のターン、エビルポットを出してテンションアップ使って、テンションアップ使って、で、あ、そっか、しかもあれだね。呼び覚まされし記憶が、トルギダウン。で、エビルポット使うことによって、テンションが2段階上がるんで、それで、テンションスキル使って、次のターン、ダークホビットを使えるようにすると。私も力になりたい。さあ、これでまずは、トニックさんを使うことによって、あれだね、道具カードが火炎草とかおとぎ草になったりしたんで、まぁ、ちょっとめんどくさいけど、まぁ、種とどっちが強いかって言われたらちょっと微妙なところなんで、まぁ、そこまで悪くはないのかなと。うん。さあ、ここでとりあえず、まぁ、このままでもいいんだけど、ただね、この、覚醒の機械が次のターンあるんで、とりあえずヤンガスは取りたいので、まぁ、エビルポットテンションアップからのテンションスキルでヤンガス取るって感じになるんじゃないかな。さあ、そっちか。ダークホビットか。なるほどね。うわ、僕がもう一人。まああれだね、でも、エビルポット使っても、結局、あれだからね、あの、相手が倒してこない限りはあんまり関係ないんで、どっちかというと、ダークホビットで確実に3、4にしておいて、攻撃して倒していくと。一個用意直しとこい。さあ、これで、お相手は、とりあえず1からやり直しになったんで、覚醒の光はまだかな。いや、使うか、ここで。どうだ、使わないか、OK。それ、とっておきですよ。さあ、ここで1点ダメージを食らいましたが、まあ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 、まだ全然大丈夫と。ここはとりあえず、エビルポットテンションアップ&テンションアップで、そうだね、攻撃3になるんで、それで、ケタモン除去って残りコストでプチファイターを出す、こんな感じなんじゃないでしょうか。僕が一つになれば、絶対に強くなれると思います。さあ、これで僕たち合体してるになってことによって能力が上がっていく。さあ、これでレベル3になったんで、次のターンが未来を信じてよ。これね、達人のサーベキスね、最初は入れない予定だったんだけど、だ結構ね、この使う枠があんまりないっていうか、結構やっぱりこのデッキアグロってほどではないけど、まあそこそこ早めに動かないと、じゃあ相手に先にやられちゃうというか、やっぱこっち最終的には武器のあのめっちゃ強い武器を使いたいので、あれ使うときにはまあリーサルできるくらいがいいと考えると、前半に攻められるように、まあ低コストの熟練を使いたいってことでサーベルキスで採用しましたってことで、あーどうだ、あ、バスターソードからのメルビンかな、多分これは。そうだね、2点ダメージ与えて除去って、これによってさらに熟練度が上がりつつ、ここで暗黒の使いね。で、ここで多分メルビンを使って一旦様子見になる感じかな。で、次のターンサーベルキツネに、未来を信じてを使うことによって最終的に熟練度が、ま、武器もまた使うことによって6になるんで、そうなるんじゃないかな。そうだね。さあ、ここでまずは、
英雄の勇姿を皆に見てもらう、皆に見せてもらうことあるよ。さあ、ござるという語尾を使う人が本当に存在したということで、さあここでヘンリー王子、俺がついてる、一丁やってやろうぜ、めっちゃイケボー、俺がついてる。おお、すごい、めっちゃた喋ってくる、トーク力がすごい。さあここでまずは私はもう大丈夫よという謎の報告をしてきますということで、そういえばね、やってやるぜ、えちょやってやるぜ、めっちゃ喋ってくんじゃん。さあこれでメルビンが状況られていく、これ強いね、やっぱりレベル3になって、やっぱアンルシアとの相性めちゃめちゃいいね。さあここでまずは状況られてしまいましたが、ケチャカシャチコラシャリームさん、めちゃめちゃわがままなことを言ってますが、さあここでとりあえず一旦バスターソード、まあ、2点ダメージ与えて、プチファイターで除去する感じかな。まあ、とりあえずサーベルキツネを、これだね、ミラを信じてた焦ることによって使えるんで、多分それになるんじゃないかな。あ、倒せない感じかな。まあ、でもアグロになりたいと言ったんで、とりあえずガンガン攻めていく感じかな。さあ、これで、全員、集結。あ、どうも、こんにちは。さあ、これでまずは、サソリか。まあまあ悪くはない。ただ、ここでサーベルキツネを使うことによって、すべての熟練度が上がりつつ、さらに、46ということで、3コスとは思えない視察。4コスですら強いのに、3コスでこれってやばすぎでしょ。シンプルに考えて。さあ、ここでまずはテンションアップで、お宝発見を使っていくと。あのね、実は、昨日とか一昨日平然と動画上げてたと思うんですけど、実はね、僕、いつもライバルズって、木曜に診断来るじゃないですか。だから僕、完璧に木曜だと思ってて水曜日ね動画闘技場本当上げる予定だったんだけど、それも上げることもできない、僕ボツになって急いで動画っていうかデッキ作ったっていうね裏話があるんですけど、めっちゃ焦ったね。え、今日ってあれ、なんかバトルマイデージが新しくなってんなって、あ、なんか診断の前になるんだって思ってた、まさかの今日だったっていうことで、とりあえずこれはどうだ、バスターソード一応、つけとくか。まあ、一応攻撃はできないけど、とりあえずつけておいて、で、いやこれはなんだ、復活させて、あ、そうでござるよ。さあ、ここでかわいいね、メルビン。本当に。みんな見てこれ、おじいちゃんすぎるんだけど、かわいすぎる。これがおじかわってやつか。さあ、ここでまずは多分暗黒かな。そうだね。暗黒の使いの熟練度を上げていく。で、次のターン、また攻撃することによってサーベルキツネの熟練度が上がるんで、そこでサーベルキツネを使ってさらに熟練度を上げる。もしくは、まあ、暗黒の使いも使っちゃってもいい気がすんな、正直。うん。どの道やっぱり、あれなんだよね。熟練度8までしか上がらないんで、あんまりこれ以上上げてもそんなに意味がないんだよね。勇者の心、さあここでまずはテンションがマックスまで上がっていく、マックス村井からのもう一回ヒーロースケが強い、これ強いね。おお、いけ一丁やりますかみたいなこと言うと思ったら、ほーれいけかわいいな、うわーって言いそうな腰、あ、もう腰なんだね、うん、もうなんかやられちゃいましたとかじゃなくて腰が痛いって、かわいいな本当に。メルビンは、メルビンほんと一押しキャラだからね、僕ライバルズにおいて。これで大丈夫ですよ。ジャコラの次に可愛いからね。さあ、ということで、これデススパーク。これは暗黒でいいんじゃないか、攻撃してからの暗黒。どうだ、さあ、僕はどうします。あ、サソリアーマー使うんだ。で、これで、あ、2点2点で確実にヘンリー王子を倒して、残りコストでサーベルキツネ、もしくはダークホビットって感じかな。さあ、ここでまずは耐久というか、あれがすごいなっていく。悔しい、ドンマイです。それはさすがにドンマイ。さあ、ということで、これで次のターン暗黒の使いを使うことによって、あのめちゃめちゃ、おっ、誰か、わしの声はおらんのか、何、何て言った、何て言った今、全然何も聞こえなかった、わしの声が聞かれたんだって、何て言った今、え、まあ大した品ではない、滑舌がもうおじいちゃんだから入れば入れてないみたいなことになってたけど、さあこれでこれにしますかな。さあこれで何したんだ今、あ、ヒラメマイナス1か。さあここでエビルポビットということで、ここはもうあれだね、暗黒の使いで8コスがもう0コスになってるんで、それを持ってきて装備して、まあエビルポットとか何でもいいけどテンション上げて攻撃して超貫通をしちゃうみたいな感じがいいんじゃないでしょうか。でこれさ、実はね、みんな多分気づかなかったと思うんだけど、これの効果さ、こいつはいいよねだな。さあこれで攻撃することによって、実はこれ皆さん気づいてない方も多いと思うんですが、ここ7点与えるでしょ、これ超必中で超貫通じゃないんで、もう一発当たるんだよね。これどういうことかっていうと、つまりさっきの4点ダメージだったとしても倒すことはできたんだよね。これいいよね。 OK、 対戦ありがとうございました。なので思ってたよりこの剣強いんじゃないかなと思います。